ゆとり教育。ゆとり教育とは、日本において、1980年度、協議では2002年度以降から2010年代初期まで、実施されていたゆとりある学校を目指した、教育のことである。ゆとり教育、文部科学省が指定した正式な名称でないは、詰め込み教育といわれる、知識量偏重型の教育方針を是正し、思考力を鍛える学習に重きを置いた、 経験重視型の教育方針をもって学習時間と内容を減らしてゆとりある学校を目指し1980年度、1992年度、2002年度から施行された学習指導要領に沿った教育のことである。ゆとり教育の範囲については諸説あり明確ではないが以下のような見方がある。ゆとり教育は1980年度から施行された 学習指導要領による教育方針であるが、1992年度から施行された新学力観に基づく教育や、2002年度から施行された生きる力を重視する教育をゆと教育であると定義する人もいる。1970年代までに学習量が過剰に増大した学校教育は詰め込み教育と呼ばれ、知識の暗記を重視したため、 なぜそうなるのかといった疑問や想像力の欠如が問題視され、このような学習方法はテストが終われば忘れてしまう学力、白落学力であると批判された。このため思考力を鍛える学習に重きを置いた経験重視型、家庭重視型の教育方針が求められた。また、過熱した受験競争により学校教育においても学力偏差値が重視されるようになったが、 1992年に公立中学校で偏差値による進路指導が禁止され、1993年には中学校校内にて実施する一斉業者テストが禁止された。また過剰に競争をさせたり、過剰に自由を奪う学校のあり方は、子供のストレスや非行などの学校を取り巻く諸問題の要因だとし、子供を学校に縛り付けている。 子供にも自由が必要などの批判を受けた。2002年度試行の学習指導要領では、生きる力への転換重視、総合的な学習の時間をはじめとして、各教科で調べ学習など、思考力をつけることを目指した学習内容が多く盛り込まれた。教科書では実験、観察、調査、研究、発表、討論などが多く盛り込まれ、 受け身の学習から能動的な学習、発信型の学習への転換が図られた。1970年代に日本教職員組合、日教祖が、ゆとりある学校を提起し、世論の詰め込み教育への批判が高まったこともあり1980年代、初頭に授業時間の削減などが行われた。国営企業の民営化を推し進めた中曽根内閣では、 文部省と日教祖の関係者会ばかりで行われる教育政策に疑問を呈し、第二次中曽根内閣の主導に民間有識者によって構成される臨時教育審議会臨審を発足させた。臨教審では公教育の民営化、自由化という意味合いの中で経済界や保守派の有識者の多数が賛成に回り、後のゆとり教育への流れを確立させた。臨教審は 個性重視の原則、障害学習体系への移行、国際化、情報化など変化への対応などの、ゆとり教育の基本となる4つの答申をまとめ、その方針は1993年度施行の学習指導要領に介された。さらに、校内暴力、非行、いじめ、不登校、落ちこぼれ、自殺など、学校教育や青少年に関わる、数々の社会問題を背景に、 橋本内閣下の1996年、平成8年7月19日の第15期中央教育審議会の一時答申が発表された。答申は子供たちの生活の現状として、ゆとりの無さ、社会性の不足と倫理観の問題、自立の遅れ、健康、体力の問題と同時に、国際性や社会参加、社会貢献の意識が高い積極面を指摘する。 その上で答申はこれからの社会に求められる教育のあり方の基本的な方向として全人的な生きる力の育成が必要であると結論けた。生きる力は教育家庭審議会に引き継がれ、そこで総合的な学習の時間をはじめとして各教科で調べ学習など思考力をつけることを目指した学習内容が多く盛り込まれた。1998年、 小渕内閣下で新学力官として生きる力を重視し完全学校週5日制実施とともに学習内容や授業時間を削減するゆとり教育をスローガンとする学習指導要領が成立した。この後、このゆとり教育学習指導要領はマスコミや世論に批判にさらされ大規模な学力低下論争へと発展するが当時、 小泉内閣の東山厚子文部科学大臣と小野本幸文部事務次官とがその危う感を共有し、演算文科大臣は2001年1月に緊急アピール、学びの進めを発表し、初めて確かな学力という表現を用い、学習指導要領は最低基準であると明言した。小中学校では二千年度、平成十四年度、高等学校では二千三年度、 平成15年度からこの学習指導要領が施行されたが、学習内容削減により、教科書が薄くなった一方、実験、観察、調査、研究、発表、討論などの内容が増えた。受け身の学習から能動的な学習、発信型の学習への転換が図られた。ゆとり教育は、詰め込み教育に反対していた教育者、経済界などの有識者などから、 指示されていたが、OECD 生徒の学習到達度調査などの国際学力テストで順位を落としたことなどから学定化が指摘され、各方面から批判が起こった。当時、中山茂明文部科学大臣は学力低下を認めるものの生きる力の理念や目標には間違いがないとし、またその狙いが十分に達成されていないのではないかと発言した。小泉内閣のも 小坂健治文部科学大臣は中央教育審議会に学習指導要領の見直しを要請し安倍政権が引き継いだ。この時点でマスコミは脱ゆとりという言葉を用いて報道していたが小坂文部科学大臣も安倍内閣下の伊吹文部科学大臣に至ってもゆとり教育の理念や方向性は賛同していた。安倍内閣で新設した教育再生会議。 内閣府設置会議において、初めてゆとり教育の授業時間が問題視される。教育再生会議の報告書、第1次2007年、平成19年1月24日、第2次2007年、平成19年6月1日において、授業時間の10%増、必要に応じて土曜日授業の復活などが盛り込まれ、安倍内閣骨太の方針2007には、 授業時間数の1割増が明記された。そうして2008年には、今までの内容を縮小させていた流れとは逆に、内容を増加させた学習指導要領案が告示され、2011年から2013年に完全に施行された。マスコミは、この改定された教育のことを脱ゆとり教育と称している。1971年。 昭和46年からの学習指導要領 BR。1980年、昭和55年からの学習指導要領 BR。1992年、平成4年からの学習指導要領 BR。2002年、平成14年からの学習指導要領 BR。2011年、平成23年からの学習指導要領。ゆとり教育を受けた世代と関係する。 各教育制度が実施された時期を次の表に示す。1、ゆとり教育前の外国語は選択科目に含まれ、各学年105から140を標準としている。BR2、外国語以外の教科を35の範囲内となっている。BR3、各教科70、第一学年は30の範囲内となっている。1980年からの学習指導要領の改定で、 教育内容の生選と標準授業時数削減が施行された。この改定について、文部科学省の出版する学生120年史によると、各教科の指導内容を大幅に生選し思い切って授業時間を減らしたことが大きな特色とある。具体的には、授業時数は小学校210時間、中学校数は385時間を合計で削減されている。 また、この改定は、ゆとりと、充実で有名とし、完全学校週5日制については、生きる力を強調しているのに対して1980年からの、学習指導要領の改定では、明確に、ゆとりを重視する目的を表している。1992年9月に、公立学校において、第2土曜日が休日となったのから始まり、1995年度から、第4土曜日、 そして2002年度からは、すべての土曜日が休み、完全学校週5日制となった。このことは、学校教育法施行規則、第61条に決められており、2014年現在、改定されていないため、公立学校において、原則として、土曜日は休みである。なお、私立学校では、各学校の方針に任せられているため、土曜日の扱いについては学校によって異なり、 完全週五日制を実施している学校もあれば、1991年度以前の、ように週六日制を続けている学もある。また、文部科学省は、完全学校週五日制について、生きる力を育むために必要であるとしている。学校週五日制導入の経緯に関しては、ゆとり教育と全く関係がないとする説がある。日本は九百八十年代後半、 OECD、ILO などの国際機関や欧米諸国から労働者の労働時間を短縮するべき特圧力をかけられていた。政府は1992年5月1日から国家公務員の週5日労働を実施。また並行して地方公務員も週5日労働へ向かったが、文部省は公立学校については例外的に同年9月から実施される。 学校週五日制の第二土曜日を除き、閉庁の対象としないと通知した。藤田秀則は、学校で週五日制が導入された背景には1980年代の労働時間短縮をめぐる政治的動があったと指摘し、学校週五日制論が出てきたのは、教育上の理由ではなかったと述べている。このように文部省が後付けで、ゆとり教育の一環とすることで学校週五日制の 正当化を試みた可能が指摘されている。1998年の学習指導要領の改定時に新たに設置された科目で2002年度以降から開始された。総合的な学習の時間は、教員や児童、生徒の力量、意欲が高い場合は成功しやすく、そういった要素に左右されるという欠点を持つとされるが、基本的に総合的な学習時間の何を成功。 失敗の評価基準とするのかという問題も存在する。実際、総合的な学習の時間を有意義に使う学校も、ある一方で、単に不足している授業時間の保管など、評価基準の、はっきりした伝統的科目の学力向上に、使うなどというケースも少なくなかった。また、基礎学力が低い生徒は、総合的な学習の時間の目的とされる、 主体的に考える力なども低くなる傾向があるという指摘もあった。その後、2008年の学習指導要領が改定され、新しい学習指導要領で、この総合的な学習の時間の授業時間が削減された。1998年の学習指導要領の改定とともに採用された評価方法である絶対評価については、2014年現在も継続している。 ゆとり教育。ここでは1998年、平成10年度から1999年、平成11年度にかけて告示された指導要領を指すは、学力低下を引き起こすと懸念されていたが、成果については、文部科学省内においてすら、確定的な評価はない。学力の上昇を示すもの、低下を示すという両方の例が見られる。 2000年代に入ってからよく用いられる子供の学力を測る指標として PISA や TIMS の結果が挙げられる。ただし、この指標は学力が低下していることを示すための道具として使われていると指摘もあり、また条件が一定ではないことなどからこの結果だけで学力が高いか低いかという判断をするのには注意が必要である。以下、 誕生年度と PISA と Teams の点数及び順位を示す。2004年12月に発表された OECD 生徒の学習到達度調査2003では、読解力は8位から14位へ、数学リテラシーは1位から6位へ、統計的には1位グループ、科学的リテラシーは2位のまま、同1位グループという結果となった。2007年12月に発表された OECD 生徒の学習到達度調査2006では、読解力は14位から15位へ、統計的には9から16位、グループ、数学的リテラシーは6位から10位へ、同4から9位、科学的リテラシーは2位から6位へ、同2から5位へと、全分野で順位を下げる結果となっている。ただし順位については日本より上位の国の多くが、かつての調査で参加していなかったことから順位らで、 学力を見ることは適切ではない。2003年と2006年で共通に実施された同一問題48題について、平均正答率は3年が56.1%、6年が53.4%であり、約2.7%低下していた。正答率の比較では、6年は3年より、上回った問題が8問、下回った問題が40問だった。 そのうち5ポイント以上、上回った問題が1問、下回った問題が10問であった。2010年12月に発表された OECD 生徒の学習到達度調査2009では、読解力は15位から8位へ、統計的には5から9位、グループ、数学的リテラシーは10位から9位へ、同8から12、科学的リテラシーは6位から5位へ、同4から6位へと、 全分野で順位を上げる結果となっており、統計的に読解力に関して優位に上昇していることが示された。また、同一問題について、正答率を PISA2006 と PISA2009 を比較すると、読解力では58.4%から61.7%、数学的リテラシーでは51.9%から54.4%、 科学的リテラシーでは59.5%から61.8%であった。義務教育の中途段階における算数、理科の基礎学力知識を調査するために1995年から4年ごとに IEA、国際教育統達度評価学会が実施している、国際数学、理科教育動向調査の2003年度調査において、日本の数値が それまでの調査に比べ低下したことがゆとり教育を見直すきっかけとなった。ティムズ2003では、中学2年生の数学は、前回のティムズ1999年よりも9点、前々回のティムズ1995よりも11点、いずれも優位に低くなっており、順位は5位のまま、数学が楽しいと思うものの割合も減少していた。TIMS 2007では、 前回のティムズ2003の結果よりも平均得点がすべて上回った。ただし誤差を考慮すると前回と同程度であるとしている。8800人の児童が参加し2011年に行われたティムズ2011では小学校4年生の成績は95年以降で過去最高を記録した。この結果について文部科学省では2008年度に 学習指導要領を改定し、学習内容や授業時数を増やしたこと、2007年度からの全国学力調査の取り組みが成果を上げてきたことが原因であり、脱誘取り教育路線に変更したこと成果であると評価していると報道されている。一方で、平成15年度小中学校教育家庭実施状況調査、2003年に文部科学省に属する国立。 教育政策研究所が実施では多くの学年、教科で前回調査と同一の問題については、正当率が優位に上した説問が、正当率が優位に下降した問題よりも多かった。特に小学生と中学3年生の学力向上が顕著で、理科では前回より正当率が上昇し、アンケートで勉強が好き、どちらかというとよしみだと答えたこの割合は、 増加傾向にある。中曽根康弘、元首相は、ゆとりの方向性へ向かった、臨時教育審議会、臨教審を私が作った年、1984年当時、受験地獄、詰め込み教育、偏差値重視、学歴返上など、いろいろな弊害が出ていた。さらに、青少年の犯罪も多発していた。そこで、ゆとりを持った教育にしないと、 心豊かな人間を育めないとなった、こういう教育方法を目指したいはよくわかると発言し、ゆとり教育について理解を示した。元文部省官僚である寺脇健は2000年前後当時の文部省の考えを代弁するスポークスマンとしてメディアに出て指示を表明するとともにゆとり教育について説明を行っていた。同じく文部省事務次官であった、 小野本幸もメディアに出て、指示の立場で、ゆとり教育について、説明を行っていた。教育課程審議会会長として、学習内容の大幅削減を求めたゆとり教育の、学習指導要領の答申の最高責任者であった、作家の三浦守門は2000年7月、ジャーナリストの斎藤隆夫に、ゆとり教育について、新自由主義的な発想から、多数の凡人の中に、 必ずいる、はずの数少ないエリートを見つけて伸ばすための、全民教育であるという趣旨を述べた。知識変調の詰め込み教育を批判していた教師や、保護者などの他にも、経済同友会、日本経団連、経済産業研究所、社会経済生産性本部などの経済会や、青少年問題審議会、日本労働組合総連合会が提言を発すると、共に賛成した。 また学者、弁護士をはじめとする指揮者などの民間人が参加した21世紀日本の構想懇談会、小渕恵三内閣総理大臣指摘諮問機関でも、ゆとり教育を支持していた。ゆとり教育について2013年に西部進む評論家は、ゆとり教育を主導した寺脇県は多くの個性のある子供たちの中で、 勉強の嫌いな子に無理して偏差値教育をしてもしょうがないと主張してを、その意見に賛同していたと述べた。教育評論家の小木直樹は2002年の学習指導要領での教育により学力が上がったと PISA のパリジム局が発表をしており、想像力や学問へのモチベーションも上がったとして注目をされていると述している。 実施以前から学力低下の危惧があるとして、和田秀樹、日農研などに批判されたが、多くが利害関係者であったため営業活動の一環であったとして解釈するべきという声もある。ゆとり教育の結果、受験産業の反応も参照。また、塾に行けるものといけないもの、参考書を変えるものと変えないもの、修塾度別授業で、 学力上位のクラスと下位のクラスなどでの格差を広げるのではという危惧もされていた。国際学力テストでにおいて順位が下がったことなどにより学力低下を招いたという批判もある。個性尊重が重視されたためその考えを教えた世代に様々な人格的影響を与えたという批判もある。新学力感も参照。第3期の教育改革。 2002年度実施された学習指導要領改定は始まったばかりで、ゆとり教育の評価は時期尚早だという意見もある。学力低下は錯覚である森北出版株式会社を表した上永正宏は自身のブログで根拠がはっきりしないことで若者をディスカレッジしない方が良いのではと補足している。 早稲田大学教授の長江明は自身の執筆したコラム記事の中で PISA の順位の低下は参加国が増えたためとも冷静に分析すれば考えられると述べ PISA の結果が少し落ちていたぐらいで大騒ぎする理由がわからないと教育社会学の専門家が疑問を呈しているということを紹介している同じくジャーナリストの池上明も テレビ番組の教育特集の中で順位の低下は参加国が増えたためであり学力低下と結論付けるのは早計だと発言した元東京大学総長の有馬晃とはゆとり教育によりむしろ理科の力が上がったと述べている広島大学教授の森俊明は国際教育等達度評価学会の調査結果を検討した上で我が国の児童生徒の学力は 今なお高い水準を保っている。中略、我が国の小中学校段階の児童、生徒の学力は、全体として、おおむね良好であるという文部科学省のいささか、楽観的すぎるコメントも、あながちまとはれではない。と述べている。改定された学習指導要領の内容が、明らかになると、学習塾や、進学予備校などの受験産業や、私立学校、 特になかなか一貫校は広告やマスメディアを利用して活発な営業活動を行った。マスコミ媒体などに頻繁に登場した西村和夫京都大学教授などの言説を論拠にゆとり教育に対する危機感を訴えることによって親の不安を煽り活発に児童、生徒の勧誘活動を行った。折り込みチラシ、CM や 電車内のドア周辺や釣り広告などの広告活動や自らがスポンサーとなっているテレビ番組内などで小学校では練習率をおよそ3として教えている正確にはゆとり教育のため小数点による計算が遅れたため幾何学において概算に3を使うようになったため日のおゆとり教育で学力低下を引き起こすあなたの子供の将来が危ないなどあるいは 学習時間の高を基準に、日本よりも学習時間が長いイタリアなどが、PISA では日本のるか海に位置しているのにもかかわらず、世界の子は勉強している、栄光ゼミナールといい、教科の好き嫌いを基準に、算数の好きな子の割合が、イランが1位、日本は24位で、日本の教育がダメだといい、栄光ゼミナール、統計値を恣意的につまみ食いした、正確性、 客観性に欠ける情報で感情論に基づいて危機感を煽ったりこの種の営業活動を行った事例もある。学習塾などがこういった営業活動を行った理由として子供が減るために学習塾間でパイの奪い合いが発生していたことがある。一部の公立校では塾の教師やスタイルを取り入れて学校教育を変えようという試みもしている。一例としては 杉並区立和田中学校、校長の藤原和弘、公認の大田明久、共に、リクルート出身にて2008年、平成20年1月に行われた、夜スペシャル、通称、夜スペがあり、これは、成績上位者のみを対象に、名門進学塾、サピックスの講師を派遣して、有料、1万円2万円で授業を行う、学校が運営しているわけではなく、 保護者の有志団体による運営形式。さらには、都立高校などが、総合的な学習の時間のカリキュラム作成に、もたついている間に、日農研をはじめとする一部の塾はと、総合的な学習の時間を商品として、提供を始めている。私立学校や中高一貫校の入学試験が、PISA に似たものになってきているからである。ゆとり教育を進めていたデンマークでも、 OECD 生徒の学習到達度調査の結果が下がり学力低下が議論になった。教育改革として義務教育の一年早期化などが議論されている。学校の現場では学力向上を目指した教育改革に反発があるものの生徒の親は学力低下への不安が強いようである。OECD 生徒の学習到達度調査 PISAA 数学 科学、読解力の3強化のみにおいて、トップの成績を上げ、すべての項目で日本を上回ったフィンランドは、週休2日制であり、授業時間も日本よりかなり少なく、また、総合的な学習に相当する時間も日本より多く、ゆとり教育に近い内容である。具体的な中身として一つは、中学校の教育に特筆されるのはにわたる、 成績の低い生徒が特別学級に振り分けられるか、補修授業を受けていることがある。低学力の生徒に対する個別の教育により、低辺の学力を上げるだけでなく、優秀な生徒にはそれ相応の特別な教育が行われている。つまり、生徒の能力の違いを前提にして、全体の学力を上げている。生徒の個別の能力差に沿った教育が行われているため、 無理に能力の低いものを能力の高い授業に適応させる必要がないために出ることはあっても落ちこぼれるということはない特定の基準を満たさない生徒にそぐわない授業内容を押し付ける必要がないからゆとりがあるわけであるまた高校入学は中学の成績に基づいて振り分けが行われており良い高校や良い家庭に入学するには中学で良い成績を収めなければならない 他には、授業の組み立て方や、教科書の選定など、教育内容の大部分を、現場の裁量に任せられているという特徴もある。また、フィンランドは、授業時間は少ないものの、日本にはない、様々な教育の工夫が試みられている。多くの学校で学費が無料であるため、低所得の世帯でも安心して、教育を受けさせることができる。このようなシステムがフィンランドには、 あるため、フィンランドで講師を務めたこともある。中島博士総大名誉教授は、落ちこぼれを作らず楽しんで学ぶ教育が、フィンランドの教育であると述べてり、フィンランドに留学経験のある者は、中高一貫の学校が多いため、中学受験を気にせずじっくりと学習に取り組むことができ、学習への理解が不足している、いわゆる、落ちこぼれの生徒は、義務教育中であっても、 じっくり教育を受けるシステムが確立されていると述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。